タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。令和の裏。はい、令和の裏、上口さんの回ですね。ちょうど終わった直後です。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、まさかの展開でしたね。はい、どうでした？重く受け止めてます。岩井社長のね、あの言葉も重かったですけれども、まあ最後の南原社長と岩井社長とのやり取りも迫力がありましたね。もう当時のね、マネトラを彷彿させる、はい、すごかったですね。すごく申し訳ない気持ちになりましたね。え、僕もね、いつもトラとして出てますけど、もう猫でしょ、ほとんど。どうしようみたいな、始まっちゃったみたいな感じで、猫の中と。セリフが、あの、役者っぽくてよかったですね。俳優さんみたいでしたよ、本当に。いや、すごかったですね。あと、すごい、いろんなところに、全員の社長さんに、今までマネトラの良かった部分とか、あと、今日話した話で、その社長さんのなんか、この言葉をっていう、すべてなんかおっしゃってたじゃないですか。だそこがすごい、配慮のできる方だな、というか、あの、南原社長もおっしゃってましたよね。すごい、周りを気持ちよくさせる力のある方だっていう。それがすごい、僕は横にいて、伝わってきました。ありがとうございます。うん、でも、あの、おっしゃる通りですわ、あれ、なかったんじゃない？見てくれたから。ね、だから、いい人すぎて、その、皆さんを尊重するタイプだから、まあ、よく、僕は、あの、収録に参加してて、その、志願者の方で、すぐ言い返しちゃうとか、いや、それは、みたいなパターンをよくいらっしゃったんですけど、今回は、社長さんの意見をその通りですね、おっしゃる通りですと言いすぎて、自分の意見言い損ねてましたよね、結構。そのあたりどうですか？その通りです。おっしゃる通りです。どういう状態がおっしゃる通り？あの、緊張してました。緊張もしてましたけど、興奮もしてますし、で、何よりもやはり僕が一番不安に思ってることを疲れると、そこに反論するのにどうしても時間がかかります。なるほどね。はい、だから、そこをね、確かにおっしゃる通りですね。でも、ちょっと待ってくださいね。ちょっと考えさせてください。とかって言って、でも、それでもこうだと思うんですとかがあったら、もうちょっと展開も変わったかなと。岩井社長だけじゃなくて、皆さんも出してくれたんじゃないかなっていう。まあ、良かったですけどね、結果ね。はい。あと、なんか、皆さんにコメントを返事してないんですか？しくりみたいな、なんか入ってましたけど。あんまり自分では心当たりがない。自分は一応、返事してたつもりでいたんですけれども、うん、そうなんですね。多分井口さんがすごくいい人だから、ご自身もなんかいろいろ気にならないんだけれども、されて気にならないけれども、だからこそみんなに気にしちゃうこともしちゃうタイプなのかななんて勝手にね、あの、思っちゃったり、いい人すぎるのかなって思っちゃったりもね、はい、もしましたけどね。いやけど、とにかく良かったですね。そういうことも含めて岩井社長厳しいと思うんで、礼儀とかわかんないですけど、はい、その返信をしっかりするとか、そういうところかな。なんなら喋り方からとか指導が入るじゃないですか。大丈夫ですか？いや、もう自分は逆に厳しいところに入るの好きです。ああ、そうなんですね。はい、確かにね。レジェンド界を志望するんですからね。多少厳しい過去の社長とか福田社長とかいらっしゃったとしても、レジェンド界の方がなんかビビらない？どうですか？ビビました。はい、ねえ、まだ僕いた方がなんかね、はい、僕とか桑田社長いた方がポップじゃないですか。はい、本当のマネーの虎に出てる社長さんの会がいいと希望されたらしくて、本当に変わった方ですよね。はい、うん、でもそれが良かったですよね。だからそれは本当厳しい方がいいっていうのもすごい伝わってきますね。最後になんか一言あれば。はい、とにかく頑張り抜きたいと思います。皆さんの期待に応えられるぐらい一生懸命やりたいと思ってます。ぜひこれからも応援してください。というわけで僕も応援してます。オールおめでとうございました。ありがとうございました。はい、令和の裏です。実はあの日、林さんとはちょっとね、前編で流れたと思いますけれども、あまりにも僕はバタバタしてるせいで、投資した虎なのに令和の裏を取り忘れましたと。で、改めて今日上口竜星さんに、うちの会社に来てもらって改めて取り直してますんで、服装も違うと思いますけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと振り返ってみましょう。はい、令和の裏なんで数週間前になっちゃいますけども、はい、はい、どんな感想でした？まあ、未だに信じられないっていうところですね。うん、はい、もう社内ベンチャーで決まったので、はい、さっき打ち合わせしてて、上口さんってなんか敬語使ってるのもなんだから変えようかって話をしたんで、リュウちゃんって呼んでますけど、はい、で、あの、リュウちゃんと祝いで、撮ってきますけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、今日令和の裏なんで、ちょっと振り返りなんだけども、タイガーファンディングに挑戦しようというふうに決めた一番のきっかけは何でしたっけ？僕の友達のマジシャンから、はい、
まあ、ある回を紹介されて、はい、それを見たことで知りました、はい、そうですね、はい、もうマジック界隈では相当これ有名になってるんですよねそうかもしれない。でも今になってなんかものすごいなんか動画もバズっていてちょっとやばい感じがしてるんだけど、まあ、きっかけあれだったってことですね。そういうことです。だから逆に言えば当然そこまでは、はい、令和の虎の YouTube のチャンネル自体の存在も知らなかったですよね。全く知らなかったですね、はい、でまあそれはあのきっかけとしては分かりましたと。でもだからって言ってほとんどの人がね、はい、見て笑って終わりなの中で自分が出てみたいと思ったのはなんでだったの？だんだんその令和の虎を見るうちに、うん、みんな夢があるなと思ったんですよ。ああ、はい、でも僕自身は自分ではもう夢を叶えてるつもりでいましたから、うんうんうん、だけど彼らの姿を見てるうちに、はい、自分もそういえば夢を持ってたなっていうことを思い出させてくれたんですよね、うんうん、だからそれを挑戦してもいいんじゃないかな。うん、特に僕はあの岩井さんのキャッチザバントっていう言葉が何回も何回も頭の中でリフレインするんですよなるほど、はい、本当だったら、ね、金をつかめ出資をつかめっていう意味なんでしょうけど、うん、勝手に夢をつかめって聞こえるようになってきたんですよ、はいはい、僕も皆さんその志願者の方々ぐらいの頃って夢を持ってたんだよな、うん、その夢って何だろう、そう思い返した時に何か挑戦したくなりましたね、うん、でなんかもう早速にねオンラインサロンに入ってもらって、じゃあせっかくオンラインサロンに入ってもらったんだから例の志願者虎の穴経由で行こうかって話になって、で実際に、収録をさせてもらったらなんと虎ファミの人たちから100万以上のお金が集まったわけですよね。ありがとうございます。嬉しかったですよね。むちゃくちゃ嬉しかったです、うん、でその期待を一身に背負ってさあ本編に出ていきましたと。で僕は5枠に座ってましたと。で1枠2枠3枠4枠と順番に最終決断で、残念ながらお金は出なかったですよね、はい、であの時ってもうダメだと思った。ダメだと思いましたね。ああ僕は本当になんか葛藤していて自分の中で。でも僕も正直言うとトロファミの皆さんのね顔を思い浮かんだんですよ。あの時にこんなにみんな応援してくれたよなって。でこれナッシングになっちゃったらあの応援の気持ちがルールで言えばやっぱりナッシングになってしまうので、いいのかなこのままでみたいな、そんな気持ちも働いての、さらに社内ベンチャーっていうのがね、あの時も多分僕ちょっと話したんだけど、今まで実はうまくいってないんですよ社内ベンチャーが、うん、で僕が自分の発想として考えた社内ベンチャーというものが2回も3回もやってみたけど全部うまくいかない。でやっぱり男として悔しいわけです。いつかちゃんとした社内ベンチャーを形にして初めて、あ、令和の虎は昔のマネーの虎と違って社内ベンチャーっていうのが存在してて、これも一つの道なんだよねっていうふうにみんなに示したいという気持ちとかがガーッと頭の中でこう錯綜して、で思わずこれみたいな感じになってしまいました。なのでまあ本当にあのそうは言ってもね、これからの一緒にやっていくわけですからどうなるかは誰にもわからないし、あのいろいろと揉め事もあるのかもしれないんだけども、あの今のところ僕もですね、もう一回社内ベンチャーということをちゃんと自分で定義し直して頑張って、リュウちゃんのこのビジネスがうまくいくことをですね、本当にあの願いながら頑張っていきたいと思いますけれども、ちょっとあのせっかくですからここで簡単な告知をしておきましょう、はい、今からの予定で言うと、まずはお披露目っていう形で言うと10月の末ぐらいに神楽坂でちょっとやるんだよね。そうですね、和妻の会、はい、はい、でこれは実はその志願者虎の穴で高額投資をしていただいたいわゆるオンラインサロンメンバーに対してその方々を招待して、で、ゲストさん呼んで、でリュウちゃんの和妻を見せて、でみんなで美味しいご飯食べるみたいな会ですね、はい、でこれをね、僕としては上口竜星のスタートの日にしたいと思ってるんです。でそこをロケしますなので、そのうちその動画流れると思うんですけども、そこからいよいよ本格的なものっていうのは来年ですよね。そうですね。だいたいいつ頃ですか？だいたい9月か10月、うん、はい、ぐらいです、はい、場所としてはいきなりたくさんはできないんです、はい、3カ所3カ所、はい、東京と東京、名古屋、大阪、名古屋、大阪、はい、ね、まだ詳しい場所までは決まってないけれども、はい、一応県単位で言えば東京都と愛知県と大阪府のどこかでやろうというところまで決まってる、はい、で9月から10月ぐらい、はい、でこの3拠点のうち東京を最終公演にしたいね。そうですね、はい、でこれを今からもしかしたらクラウドファンディングやるかもしれないね。はい、もういやぜひお願いしますね。あのこれからちょっと練っていくので、まだここでは詳しいことは申し上げられないんですけれども、ちょっとあの皆さんにもですねメリットがあるようなクラウドファンディングも考えていきたいなというふうに考えてますので、ぜひまたお楽しみにしていただきたいと思います。これあの告知はまた改めて動画にすると思いますので、ぜひ皆さん協力をしていただきたいなと思いますね、はい、で、この3拠点で和妻というものを広める最初のスタートにしていきたい。
ということですね。はい、はい、大体さ、どのぐらいのキャパでやるのかな。できれば300人、400人。そうですよね、はい、そのぐらいのキャパではやりたいですよね、はい。まあ、とにかくまだ知られてない和妻っていうものが分かんないけども、リュウちゃんのこの世でやり残した最後の仕事としてね、伝えていきたいという気持ちを多分持ってるんじゃないかなと僕思ってるので。その通りです。ですよね、はい、はい。まあ、お互い50も超えてね、墓場の方が近いわけですからもっと金持ちになりたいとかそういうことじゃなくて、自分がなんかこの世に生きた証みたいなものを残したいですよね。そうですね。だから本当にやっぱりマジックの世界でずっと生きてこられたリュウちゃんですから、そう、自分が生きた証の中で、そのマジックという広いカテゴリーの中でも自分が大好きなその和妻っていうものを少しでもやっぱり広めたいという思いが強いんですよね。その通りなんです、はい。で、それは僕はその気持ちを買ったんです。ありがとうございます、はい。どうせコメント欄では叩かれます、私はね。はい、あいつ主催で最後なんかカッコつけたやろとかって言われるのは承知の上なんだけど、やることをやっていこうかなというふうに思ってるので、まあ、ぜひ頑張っていきたいなと思ってます。まあ、最後になりますけれども、じゃあリュウちゃんの方からの視聴者の皆さんになんかご挨拶をしてもらっていいですか。はい、はい、マジシャンの上口龍生と申します。和妻という日本伝統技術をもっともっとみんなに知っていただきたく、ここに出てきました。これからも応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ということでございます。今日はちょっと変則で別日に撮りましたけども、令和の裏でした。ありがとうございました。ありがとうございました。